1996年、上村直樹冒険館のレリーフ日本建築学会賞は一般社団法人日本建築学会が設けている国内で最も権威のある建築の賞。日本国内における建築・建設分野で功績を挙げた個人、団体を称え授与される論文、作品、技術、業績の4部門からなる。このか日本建築学会では 日本建築学会大賞、文化賞、奨励賞、教育賞、著作賞、作品選賞を設けている。1943年までの旧制度では、学術賞、技芸賞があった。特に作品賞に選ばれるのは、通常年間1から3作品のみであり、国内の建築家に与えられる最高峰の賞である。対象は前期すべての分野を対象に建築分野で、 永年の貢献をした個人に贈られる。以下のリストは、永年の優れた建築、建設分野の功績を称える対象を列記したものである。以下のリストは近年中に竣工した優れた建築に対して授与される作品賞を列記したものである。以下のリストは近年中に完成した学術、技術、芸術などの進歩に寄与する。 優れた業績を列記したものである。復旧復興特別賞、大規模災害の復旧復興に関する業績。大規模災害とは、特定非常災害特別措置法に基づく、特定非常災害等とし、応募締め切りの時点で発災から5年を超過したものと、する。以下のリストは、建築文化の向上、建築への理解と認識向上等に貢献した、業績を称える。 文化賞を列記したものである。ありがとうございます。